ゴルフ業界を盛り上げよう、ということで始まりましたチェケラーゴルフ。あってます。あってます。今回は私のお友達のサナパッチョを迎えての撮影になります。で、今回は、はい、サナパッチョもそこでも喋ってくださってるんですけども、はいはいはい、大先輩ですかね。はい、神。うん、神レベルの先輩を呼んでみたいと思います。それではどうぞ。はい、はい、いい塩見です、はい、はい、2回目です、はい、またまたありがとうございます、はい、2回目の登場ということで、そこをサナパッチョと一緒にちょっとチェケラしていきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。それではチェケラ。塩見プロのクラブ紹介とバッグの中身お願いします。自分の部屋覗かれてるみたいな感じですね。じゃん、テーラーメイドですね。そうですね。ウェッジぐらいからいきますか。じゃあウェッジからいきますか、うん、ウェッジはおっと、びっくりした高性能がえ、ちょっと待って、4本入ってるの。いや、これはあの新しいやつ、まだ使ってない。あ、今使ってないやつ、はい、じゃあ使ってるやつ。はい、ウェッジはタイトリストのロブボーケーさん、SM7 です、はい、で、52度もタイトリストのボーケー SM7 です、うんうん、ずっとボーケー使ってるの。そうですね、もう高校生ぐらいからね、一生使ってます、ね、やっぱ使いやすいよ。なんていうんですかね、なんか使いやすいイメージない。わかんないですよ、ボーケー。私もなんか一回使ったことあるの、ね、ただの執着心というか、ただ好きなんですよ、やっぱりあの一回このボーケー打つとやめられないみたいな、あ、癖になる味みたいなのがあって、そのまあ打感がすごい柔らかくて、うんうん、打った時に球が乗ってる感じがすごいします。それは今58と52だけど、はい、ずっと58と52を使っている。56とか使ったりとか。ゴルフ始めた時から58と52です。あ、そうなんだ。なんかそこだけはもうずっと変わってないです、うん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 、たまに60とか入れた時期もありましたけど、結局は58と52に戻りました。え、そしてさ、はい、スチール？そしてこのスチール、多分ツアーで僕しか使ってないですけど。あ、そうなの？黒い、うん、黒いシャフト、ダイナミックゴール、うんうん、スチールの S200。 あ、スチール、あ、それスチールか。これスチールなんですよ。最初はなんか限定発売で出してたんですけど、もう今は普通に一般に入手できる品になってるんで、ぜひ使ってください。あ、普通にそうなんだ、売ってるんだ。普通に売ってます。なんかかっこいい、うん、見た目がかっこいいかな。ブラックオニキス、うん、ブラックオニキスかな、そんな感じのネーミングでしたシャフトのネーミング。お金持ちになりそう石あるよね。それで、え、なんでそれ使ってんの。でも、え、なんかだって普通のさ、なんで俺しかそれ使ってなくて、それなの。これはただ単に見た目。あ、見た目かっこいい、ね、最初見た目で入ったんですけど、うん、別にこれと前使ってたやつが全く変わんないなって思って特になんか性能がすごいいいかって言われると普通と一緒です。あ、そんなに気にならないけど見た目が気に入ってるしみたいな、はい、見た目が気に入ってるし、まあシャフトが、まあ、例えばバンカーとかで構えた時に跳ね返りがないみたいな、まあ跳ね返らないOK、 まあそんな感じです、うんうん、その後は48か。48、もうこれだいぶ使ってますね。もうハゲちゃってます。え、それはでも一緒。一緒なの。一緒っていうか、まあ銀ですか。これは銀です。あ、これは銀これは銀です。え、でも元は黒だったの。元は、いや、銀ハゲて全部なくなっちゃったのか。なんか、もうこれはウェッジ用しかないですよ。あ、そうなんだ、はい。で、これ、まあ、ウェッジなんですけど、うん、僕ピッチングの代わりで使ってるんで、48で。これテーラーメイドな。ピッチングって今は入れないものなの。いや、僕は
やっぱりピッチングの方がやっぱどうしても飛んじゃうんですよ、うんうん、例えばラフとかの時に少しやっぱり溝が深い方がやっぱり止まったりするっていう勝手なイメージです、うんうんまあ、イメージ大事だもんね、はい、でも、まあ、ウェッジの方がピンを刺していくっていうか、まあ、ウェッジの方が得意っていうだけですね、うんうんうん、ウェッジが得意か得意じゃないかっていうところで、まあ、多分こっち選んでますね、ウェッジを選んでます。え、じゃあ P 入れてるプロとかも P 入れてるプロはもう全然普通にいます。そうだよ、ね、結構いっぱいいます。なんか私がそのクラブ紹介した時みんな48って言うから、プロってそういうものなのかなって思っちゃった。なんかでもまあ昔は少なかったですけどね、48使ってる人、うん、でも今は多いですね。多いよね。で、そしたら次はアイアン。アイアンは4から、はい、あら、4が2個あるパターンじゃん。めっちゃ気になるね。じゃあ3からっていうイメージなのかな。あ、そうです、これはちょっと4って書いてあるけど3っていうやつ、はい、そうですね、うん、OK、 じゃあ3から9みたいな感じね。3から9、うん、で、あとウェッジ。そうそう、じゃあ4から9のやつは何使ってるの、はい、4から9、テーラーメイドの P770 言いづらそう、はい、P770、はい、で、シャフトが、ダイナミックゴールドの AMT っていうシャフトで、これは9番アイアンから長い番手にかけてどんどんシャフトが軽くなっていくシャフトなんですけど。そんなのあるんですか。そんなのがあるんです。軽くなったらフローしていくっていう、うん、フローね、フローをしていくっていう、フロー設計みたいな。全部軽くなっていって、ただまあバランスを合わせてるんで、バランスを合わせるために軽くなっていくってことじゃなくて、なんで軽くなっていくの。ただ振りやすく。あ、そうなんだ。長い番手になればなるほど、うん、操縦量がちょっと軽くなっていくっていう感じです。なんで軽くするかというと、うん、まあ、やっぱりショートアイアンみたいに打ちたいから。ああ、じゃあやっぱ振りやすくなる。そうです。長くなってもちょっと振りやすいような設計っていう感じですね。うん、じゃあ9番とその4番は、うん、同じ重さになってるんですか。全重量がは一緒じゃないと思うけど、長さが違うから、うん、ただこのシャフトが例えば 120g なら、うん、このシャフト5番アイアンは多分 2g ずつか 3g ずつぐらい上がってるから、9でしょ、8 105g ぐらいのイメージ。最近の主流ってそうなの。いや、主流ではないと思います。人による人によって、まあ、僕が、まあ、そんなに力がすごい強い方じゃないので、まあ、同じ力感で振っていきたいっていう。あー、へー、全部軽くなっていった方が、まあ、振りやすいは振りやすい。特にアマチュアの人とかは余計振りやすいんじゃないかな、うん、はい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 、次は、で、あ、違う、4番、あ、4番、うん、3番風4番はもうアマチュアの方に大人気の、うん、飛ぶアイアン、うんうんうん、M5 なんですけど、やっぱ飛ぶんだね、4って書いてあって。いや、めっちゃ飛ぶんですよね、うんうん、やっぱこれだけ打感がもうめっちゃ反発する感じの打感で、やっぱり飛ぶなっていう、飛ぶアイアンっていう感じです、うん、狙うアイアン、いや、飛ぶアイアンっていう感じです。あー、そうなんだね。だからまあこれティーショットの時とかも、うん、例えば狭いホール来た時に使ったりとか、うん、距離いらない時に使ったりとか。へえ、うん、下からももちろん打てますし、うん、結構球も上がってくれるんで、うん、まあ、僕はおすすめします。はい、いいね、うん、でシャフトはまあ同じだよね。シャフトは AMT、 はい、はい、それいいな。振りやすくなるなんて言われたら振りやすくなりますよ絶対、ね、はい、絶対か分かんないけど。で、ウッドは2本ですね。ウッドは、はい、5番ウッドと3番ウッド。M6。M6。シャフトは、うん、一応両方757って書いてるんですけど、うん、はい、この5番ウッドは、うん、刻印が E857 って入って、
一応857っていう、いい売ってないものですね、一般では。ああ、プロトタイプってやつ。プロトタイプで作ってるやつです。え、それはどういうことなの？なんか違うんですか？一般と。ただ重い。あ、ただ重いのか。ああ、両方そうだよね。はい、両方757なんですけど、こっちは70g 後半で、こっちは 80g 後半のシフト。え、こっちがって、なんあ、5がね、5が 80g 後半。はい。うんうん、なんで重くしてるんですか？お、いい質問です。短いクラブで軽くしちゃうとバランスって出づらいんですけど、それは、まあ、分かんないな。なんでだろう。まあでも流れ的なもんですよね。うんうんうん、どんどん重量が下がっていくんですけど、上に行けば行くほど、うんうん、まあ、そういう流れで組んでます。うん、なんかそれ僕もあんま考えたことなかったです、うんうん、確かにね。ただ重たいシャフトの方が重たい球が打てるんですよね、基本的にっていう感じですかね。うん、全部をドライバーのシャフトに合わせる人もいますし、うん、まあ、でもプロの人はほとんどがこういう風になってます。うん、わかりました。フェアウェイウッドは2本と言って、はい、次ドライバーですね。うん、でドライバーも M6、うん、はい、でこれシャフトが基本的にはこれと一緒なんですけど、うんうん、あのカラーリングだけ変えてもらって、なんかかっこいいね。はい、ちょっとヘッドと合うようにと思ったんですけど、うん、思ったより色がオレンジえ、いいけど、ね、でここには一応刻印が403しおみです。あ、そういうこと、はい、かっこいいね。で入ってます。こだわっていいな。で一応これなんか短尺用のシャフトのカラーリングなんですけど、うん、今一応一番新しいのが出てて、そんな感じのシャフトです。でドライバーのこだわりなんですけど、お、はい、僕はあの結構球が上がってくれる設計の方が、球を抑える時も上げに行く時もやっぱ上がってもらわないとどうしても打ちづらいんで、でもしなんか高く上げないといけないって状況来た時に上がんないクラブだとダメじゃないですか、うん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 、だから基本的には少し上がる設計で組んでます、はいはい、なんで 10.5 度です。あ、そうなんだ、はい、本当です。本当です。男子って 9.5 ばっかなのかと思った。そういうイメージある。男子 9.5 とか 8.5 とか多いですよね。うん、僕のスイングが結構ダウンブローなんですよ。うん、アタックアングルっていうのは結構マイナスなんですよ、うん、ドライバー、うん、だからまあ上がりづらい。あ、そういうことか。はい、だからそれをまあクラブで助けてもらってという感じです。でも M シリーズ人気だもんね。うん、M シリーズ人気ですね。あと何ですか、パターぐらいですか。おお、パタッパタッ、じゃーん、キラキラスコッティ・キャメロンのタイムレスっていう形です。何タイムレスって。まあ、なんかタイムレスっていう形があるんですよ。僕もあんまり分かってないんですけど、売ってないですね、基本的には。あ、そうなんだ。はい、もう長年ずっと同じ形を使ってて。え、長年タイムレスってこと。長年タイムレス。多分僕のパターの特徴は、多分ちょっとパターの自体が長いんです。あ、何インチなの。35インチ。え、長っ。あ、ねえ、ドライバーは何インチなんだ。45インチ。あ、45インチ。5.25インチ。なんか身長からしたら、多分相当長いんですよ。うん、僕なんか結構こう、吸って構えちゃう。はいはいはい。吸って、長くて、あのよく言われるのはリッキー・ファウラーに似てるみたいな。似てるらしいです。はいはいはい。いいね。そっからちょっと意識しちゃう。そっから意識して偽に行った。偽に行きました。嘘でしょ。いや本当になんかタイトリストのフィッティングの時に、うん、まあ、リッキー・ファウラーの映像とかもあるんで、うん、まあ、そこで見せてもらった時に似てんなと思って、うん、でリッキー・ファウラー身長何センチですかって聞いたら、うん、まあ、あんま変わんないんですよ、うんうんうん、で長さ何インチですかって聞いた時に35インチだよって言われて、僕それまで34インチやったんですけど、うん、35インチに伸ばしました。
パウダー効果。で変えてどうだった？変えて良くなったんですよね。へえ。やっぱ似てるからいいんだろうな。まあ単純ですよ。いいね、うん、はい。優勝待ってますよ。はい。頑張ります。はい、これは。あ、なんか袋に入った。あ、はあ。ナオト君もこれじゃなかったですか、うん。やっぱさ、ね、みんな持ってるんですね。はい。それはやっぱり。アライメントスティック。うん。どうやって使うことがあるんですか。まあ、例えば自分が打ちたい方向に置いて練習するとか。うん、直角にやっぱクロスさせたらより向いてるところが分かりやすいです、ね。ああ、そうこうことか。はい。これだけだとちょっと分かりづらい。うん。もしくはクロスさせたりとか。あとはもうボールのそこら辺に平行に打てるとか、平行になってないとか、こうやって使ったりとか、うん、例えばこういう地面とかに刺して使ったりとか、うん、例えばこういうところに刺しますよ、ね、うん、こう打ってる時に、うん、はいはい、打ってます、はい、打ちました、これに当てるようにとか。え、マジで当たったらどうするんですか。折れちゃうじゃん。当たっても折れないんで。あ、そうなんだ。ってやってこれに当てる出玉を揃える練習とか。 PGA ってか海外の選手はもうみんなめっちゃそれをやるって聞いたことある。あ、だからまあ出玉を揃えるのがすごい大事なんだと思います。だって自分が構えてて、うん、思ってる方向に出てなかったら、うん、なんか練習してても、うん、なんか何のために練習してるのかなって思います。結構さ、到着地点をイメージしたの。落ちちゃうとか落ちるところに行けばいいやぐらいな感じになっちゃうけど、やっぱりそのためには出玉を揃えて、そこからの曲がり幅を計算してあげる。そうなんですよ。多分いいと思います。ですって。勉強になります。やっちゃおう。先輩勉強になります。それで使ってます。そしておなじみのいつも使っているというこれですね。はい、ツアエディです。これの説明いりますか。それは貼っとくわ。前のやつを、はい、うん、これは、うん、なんかもうスティックすごい多いね。これはうう、うん、僕もよく分かってないんですよ。やっかいよ。あのツアーの会場でこれを配ってる人、うん、これぜひ使ってみてください。へー、しなり、すごいしなるので、しなりを感じれたりとか、結構軽いんで、うん、まあ、早く振る練習っていう感じで使うんだと思います、うん、その説明を受けてないんで僕自身も分かんないんですけど、うん、でも軽いんだったらそういう練習に向いてるんだよね。そうですね、まあ、早く振る練習だと思います、うん、はい、が入っているよと。はい、入ってます。はい、そしたら、はい、クラブのキャディバッグの中身。何も入ってないからね。例えばこれ、うん、これはなんかパターの練習。ああ、それ使うの。僕全然使わないです。一応気が向いたら使うみたいな。もう本当にもうパターの練習することないなっていう時に使ったりしますけど、毎回はしないですね。本当に調子悪い時とかはしますけど、やちょっとやばい。ソイジョイとジョグメイト、うん、やっぱりさ、試合中食べたりする、はい、結構食べたりするの。全然僕食べないんで、あの朝飯とかも食べれないんですよ。だからこういうゼリーとかで済ませることが多いですね。あ、はい、いつ食べんの。回りながら腹減ったなとか、うんうん、あ、食べとかないとか、うんうんうん、そういう時に、うん、はい、うん、あと、あ、サングラス、お、サングラス、うん、サングラス、緑です。お、派手なの使ってますね。これはあんまりかけてないです。え？あ、だって後ろにくっついてるもん、はい、後ろにもこれついてるんで、はい、これ、あ、それがをつけることが多い。これが今年は多いですよね。たまにはこれで、うん、ちょっとつけてみて。僕緑が好きなんで。あ、そうなんだ、うん、でしょう。似合う似合う、走れそう。そう、よくランナーっぽいって言われる。似合う似合う。へえ。何入ってる。結構入ってるじゃん。あ、これまたサングラス。控えめな方の緑。やっぱサングラスはする。もともと全然しないんですけど、うん、結構目が充血多くなってきて、うん、まあ、年齢ですかね。
今は結構ボール見えるんですけど、何10年後とか考えるともう見えなくなるんだろうなと思い始めてサングラスし始めました。で3つも入ってるっていう、ね。で3つも、まあ、気分によって、うん、その日。何これ？鉛。ああ。なんかクラブが軽いとか、うん、重いとか、まあ、貼ったりして。自分で貼るの？調整したりとかですかね。アミノバリューの。うんうん、こんなタイプです。あと、うん、痛み止めと。あ、サインペンと。あ、リップグリーン。てかさ、あれサインボール欲しい。サインボールはあのいくらでも出します。嘘。はい。視聴者プレゼント。え、僕こんなんなんでボールが。あ。だから、うん、サインしても分かりやすいっていう、あ、これ塩見くんのボールかってすぐ分かるんで、うんうん、っていう風にあの感じにしてます、ボールは。フルネームで、はい、アスケアさんっていう、うん、アスケアゼロっていう、あの炭酸の水が出てくるんですけど、これ、うん、これはなんか眠い時とか、うん、疲れたなっていう時に顔に使用すると目が冴えるっていうか、そうなんだ、まあまあ、パフォーマンスが上がるっていう、うんうんうん、はい、これはあの宣伝です入れときます、うん、ティーでしょ、はい、ティーで、うん、昨日整理整頓したんでもう折れてるティーは1本も入ってますありがとうございます、はい、そんな感じでした、はい、はい、ありがとうございます、はい、せーの、シュビラーというわけで、はい、そう、視聴者プレゼントあるっしょボールと、あ、サインボールと、じゃあ今日使ったやつ、グローブ、グローブと、はい、ボール、うん、サイン書いて、手汗付きじゃない方がいいんですよ、新品の方がいいよ、使ったやつ、今日使ってたやつ、じゃあ、 あのサイン書いて、うん、あのプレゼントします。え、いいですね、手汗付き。手汗付きなの大丈夫？あ、書いて、チェッケラ。あ、でも書いやだよ、そんなのって言われるかもしれないから。日付だけ。7月。はい。はい。はいはい、ありがとうございます。後でボールと、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それでは、この動画がいいなと思った方、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。それでは、チェケラー！Okay.